この巣場。ではレイン、アイリス様のことくれぐれもよろしく頼む。承知いたしました。クレア様も久々の休日をお楽しみください。そういえば行き先を聞いていませんでしたね。どちらに行くのですか？アクセルでカズマ殿たちのクエストに同行する次第です。お兄様と？はい、あの男の特殊な戦い方は何かの参考になるはずだと思いまして。そうですか。クレアも変わりましたね。これもお兄様の影響でしょうか。あの男の戦い方に興味があるだけで、人間的には何ら惹かれるところはありません。ともかくそろそろ行ってまいります。何でしょうか？その、私も一緒に連れて行ってくれませんか？え？遊びに行くわけではないのですよ。わかっています。それでも、お兄様やクレアと肩を並べて戦ってみたいのです。ダメでしょうか？アイリス様の上目遣い。いや、しかし。申し訳ありません。私の個人的な用事に付き合わせ、アイリス様を危険にさらすわけには。クレア様の言う通りです。今日は公務もありますから、またの機会にいたしましょう。アイリス様？クレアだけずるいです。アイリス様、拗ねた顔も愛らしく美しい。そんな顔を見てしまったら、私は申し訳ありません。アイリス様、そろそろ出ないと間に合わないので、私はこれで。クレア、まだ話は終わっては。申し訳ありません、アイリス様。この巣場。